私はですね、20代の頃に、浅草の方でフリーサーレンさんっていうのがありまして、そちらで白塗りをして桃折りのかつらをかぶって神の子さんの姿形のこしらえをしてお座敷に上がらせていただいておりました。で、お仕事をさせていただく中でもちろんご相席はそうなんですけれども、パーティーだったりいろんなところ行く中でどんどん新人さんが入ってくると、下の子のお化粧を見たりとか着付けをバトンとかっていうところを一人一人体格も違えば身長も骨格ももちろん違うんですけれど、そういう子たちにお化粧の指導だったりとかを今度していくような立場の方に変わっていったんですね。で、お化粧見させていただいていくと、みんな入ってきた時ってすごくこう不安そうなお顔をして入ってくるんですけど、お化粧の本当に魅力的なところっていうのは、まず内面を変えるぐらいのこう能力があると思うんです。パワーがあると思っていて、自分に自信を持ってもらうためのツールにももちろんなりますし、その時その時の自分のこうちょっと気になっているところ、ウィークポイントって思ってしまっているようなところも、ちょっとしたこう意識の転換というかやり方の変換で自分のチャームポイントに変えることもできる。で、彼女たちの場合は毎日お仕事に行ってお客様に見られるお仕事をしているので、肌感でこうそれをこうフィードバックをされるわけですよね。今日はこういうふうになって、こういうふうにアドバイスをされてて、実際お座敷行ってみたりとかした時にすごい綺麗って言われる回数がどん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 増えていくと、もうやっぱり女性はそれだけどん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 こう顔がこう変わっていくんですよね。で、それだけこう内面って女性の美しさにすごく直結しているなっていうのをこういろんな子たちを見ながらこう肌で感じていた時に、いや、それって素晴らしいことだなと。で、なおかつその日本のベースのお化粧っていうのは日本の骨格に合ったものがすごく生かされているお化粧だと思うんですよね。やっぱりこう卵のようというか、割と平たい骨格をした私たちのお顔に、例えば白塗りをした時っていうのはそんなにいろんな凹凸を入れられないけれども、すごくシンプルな色、白と赤とほぼ、黒というか、焦げ茶を使う、このたった3色をベースで使うだけでその人の美しさを最大限に引き出せるお化粧で、それがもう江戸時代の頃にはろうそくの光で一番その女性が綺麗に見えるお化粧としてもうすでに出来上がってたっていうのは、私たちがそれを今取り入れないすべはないんじゃないかなって改めて最近とっても思うんですね。で、特に海外の人たちからもすごく評価されているような浮世絵であったりとか日本画家の方たちも、大体ちょっと思い浮かべていただくと分かると思うんですが、日本女性のその絵を描かれているものって大体こういうものないと思うんです。必ずなんかこう節目がちであったりとか、こういうこう女性の首のから肩のライン、曲線であったりとか、この辺のこの描写のされ方っていうのは基本的に正面ではなくて、よその人から見られている目線で、それがこう男性も女性もそうですけど、惹かれる目線であるっていうことが大いにあると思って、で、それを誇張しているのが例えば日本舞踊だったり歌舞伎だったりとかで、その美しさをこう極限まで引っ張り出したポーズとして、ここ見てねっていうポーズの時にお首をつけたりとか、その形をみんな研究してきて今に至るっていう形があると思います。なので所作の部分ではそういう和の文化、日本舞踊であったりとか、そういったものからこう学び吸収できる部分の美しさっていうのももちろんたくさんありますし、逆にそれだけでカバーできない自分の普段気になっているウィークポイントであるって思っているところを、年代年代に応じて例えば骨のくぼみが出てきたりとか、なんかここの凹凸が気になるとか、ここに影ができちゃうとか、あとはこう加圧の時にここはどうやってお化粧したらいいかわからないとかっていうところを、今日はそのウィークポイントと思っているところを実はチャームポイントだったというふうにまず改めて再認識していただきながら、自分の見せ方、新しい見せ方を知っていただいて、やっぱりこう皆さんご活躍されている方ばかりだと思うんですけれども、
その見せ方を他人からもっとこういうふうに見られたいっていうきっかけ作りで、そしてそれが自分の多分ご自身のブランディングにもなっていて、自分の自信にもなって、よりまた女性がさらに内側から輝いていくっていうことにつながっていくと思いますので、今日はそ のきっかけ作りのお手伝いをさせていただけたらと思います。入り込んでいく量も減って、ラウンドの部分も綺麗に出ていき、中央から外側に向かって薄くしていくっていうのが基本的にやっていくと良いと思います。これだけさっき言っていたこの小判のところ、この辺まで、ここまでちょっとやってあげるだけで、ここはもう全然気にならなくなっていきます。続けちゃうで見てみると、全部にそれに載せる必要がないって意外と、まあもうベースが綺麗だからしょうがないんですけどちょっと分かってくるかなと思います。例えばこのおでこの部分ですね。お顔をぼかしていくときにも結構皆さんここで止める人多いんですけど、ここまで入れ込んでください。そうするとここ色が浮いてなんかちゃんと入ってない人いるんです。結構ここまでやってあげると生え際まで綺麗に入ります。お写真撮られた時にも白浮きするこことかこういうところで出てくるので、ちょっとこう余計なものを全部なじませていくようにしてあげる。うん、これだけでも全然変わってくると思います。日焼け止めだけですか？そしたら日焼け止めのチークだけですか？はい、あすごい悩ましい。どうでしょう、なんかちょっとだけしか使ってないんです。ほんのちょっと必要なところにあっただけで顔も凹凸出てくるの分かります。今別にチークもとか例えばこうノーズシャドウしてるとかしてないんですよね。ファンデーションの乗せ方一個だけ、例えばそういうのも変わってくるので、ファンデーション使うのやだったら例えばコントロールカラーみたいなやつとか、なんか日焼け止めの日焼け止めに毛が生えたみたいなやつでもちょっとこういうところだけはどうしても頬骨高いところなので日焼けもしやすい場所ですから、そういうところにちょっとこういう色味が入っているような日焼け止め使っていただく、めんどくさい時はそれでも全然自然な濃淡がついてくると思います。今の時点でやっぱり凹凸感が全然違いますよね。ちょっとぜひよかったら、ここすごく分かった、このところがすごく分かった。ただこれ本来は一番最後に乗せてあげてください。もうその綺麗なここから外側に向かってグラデーションでぼかしていく、要はこういうふうに横から見た時にもう綺麗な凹凸になってるわけですよ。その時点で球体を作ってあげる。でそれでも影になっているところに最後にこういうのをポンポンポンってちょっと乗せてあげるだけで変わります。そうでそこにプラスアルファして、それでも凹凸をつけるなんだろう、ハイライトであったりとかシェーディングしちゃったらもうだからどん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 整形できていくっていう、それだけで全然見せ方は変えていくことができます。じゃあちょっとこっちも色乗せていきますね。塊で乗せないっていうのが本当に、で要はこういうのもこの霜の中に入っていくじゃないですか。もうそれで乗っけていくようなつもりになってあげた方が薄くやってた方がいいんです。薄くを重ねていく。最初からベトっていくとあれなので、それだけだったら物足りなって思うぐらいをひたすら重ねていくんです。薄く。あ、でも早くやろうと思ったらいくらでも。で、要はそれを今日はここまででいいやっていうので10分で終えるとか。で、そしたらこの工程はいいやとか。今日はそんな大事なあれじゃないからいいやとか。あれじゃないですか。その分寝たいとか、他の作業したいとか。その時に合わせて、ね、全然大丈夫です。そしたら私も踊らせてもらう。やっぱりちょっとこのこめかみマジックは結構あるので覚えておいてください。今日本当に覚えて帰っていただきたいなって思ってたのは、その骨格を 3D で自分のことをいつも鏡で見るようにする。描きながらここだけ見ないで、こっから見たらどう見える、こう見える、こう見える。特に眉毛なんかそうですけど、描いてる時にこのまましか見てなかったり、これぐらいはみんなやるんですけど、こっち見ないんですよね。こっち、そうすると自分の
耐えてるのが斜め上から見たらどれぐらい自前が伸びててどこで段差が見えるだろう、そう考えたらどこまでぼかして描いてあげた方がいいかっていうのも変わってくるんです。自前の方をカットした方がいいのか、このベースの描き方を変えた方がいいのか、それもだから自分の好みとか形によってもちょっと変えてあげると見え方が全然変わる。このどうしてもその仕事柄見られるようなお仕事をしているとこの眉毛がどこまで生えてると、うん、それが気にならないあのお仕事の時には全然いいんですけど、何かね写真撮らなきゃいけないとかなんかそういう時ってどうしても気になってくるのでちょっとし覚えておくといいかもしれないです、うん、でちょっとお目見えで、例えばこのまぶたのところとかもそうですね、今のの残りでいいんです。はい、なんならこのもともと、まあ、今すでにお化粧されていたりなんですけど、くすみであったりとかが気になっている場合でもこれでまず全部をなしの色にしてしまうとそこにアイシャドウを重ねて一番粉っぽくなる場所ですよね。だからあんまり目元って本来はファンデーションそんなにつけない方がいいです。もう引き算していった方がいいです。最終的に足されていくから最初はマイナスの部分のイメージで捉えておいた方がとってもいいと思います。もうこれで十分なんか馴染むの分かります。残りだけです。もう何も後からつけてないでも十分綺麗になります。ちょっとじゃあこのあえてラインを少しぼかしてしまっていいですか。はい、こういう口角のところとかそういうところもそんなに色のせようとしないで、これも全部残りだと思ってください。でどうしても後で足りないなっていうところはお粉とかで少し叩けばそこにまたこうノーカラーであってもあの色って結構乗るじゃないですか。ただのルースパウダーみたいなやつそれで十分なんです。なんかこれだけで今、うん、結構お顔の色は華やかに、はい、全然さらに華やかになってきたと思います。でここにじゃあちょっとノーターンを少しつけていきますね。多分お色味的に少しピンクの入ったこういうものを使ってみようとしよう。少しお目目を上に向けていただいて、でさっき乗せた部分です。この目の下の部分どうしてもくすんで見えてきやすい部分なのでここは少しハイライトこういうところ入れておくと、要は薄めにした分あと光で飛ばすんです。余計なものをあんまりハイライトを入れないでここから内側に入れてあげると綺麗でしょうね。多分ここがすっきりして見えてくる。高さのあるところを決めておいてあげる。骨格をうまく利用してあげた方がいい。でここに若干輪郭の修正していきます。ここがとかここがとかと思いがちなんですけど、基本的に失敗一番しにくいのはもうここの骨のラインですよね。ここをまずここの部分をおざなりにしやすくなるので、ここだけ塗ってても意外としょうがなくて、ここしなかったらあれじゃないですか。なので一番シンプルでやりやすいのは自分の耳の下通ったらもうこの骨に沿って色乗っけてあげて、こういう薄い色だったら絶対失敗しないので、こういうのを使ってみるのもいいと思います。これ多分相当薄いので、
書いたって分かんないぐらいの濃さだと思います。でこれも同じですね、残りでちょっと内側していくと丸みが少し輪郭に出てきたのがありますかね。どこから入れるかでも全然変わりますよね。ここはくぼんでるからもともと凹凸の部分を逆にしたいし、それが馴染むようなラウンドを作りたいからここを削っていくっていう。なんかどんどん凹凸がなくなってこう卵っぽいコロンとした可愛らしさが出てくる。いいですね。はい、じゃあちょっと眉毛修正していきます。はい、あ、すみません、失礼しました。ちなのかな、すいません。綺麗だから。ね、顔が、顔色がどんどん明るくなって、で、ちょっとさっきよりも濃いめの色をちょっと今のせてみます。普段と逆に人にやってもらうと自分と違う眉毛にした方があえて面白いかもしれないので、うん、ちょっと一回動かしてこれもそうですね、この骨よりもちょっと下の方に描いた方が優しくて、女性らしい眉毛になっている。この眉毛は特にやっぱりご自身の骨をよく見ていただきながら鏡を見て自分でこうやって眉毛を上げた時にどれぐらいどこが上がるかっていう癖をちょっと見ていただくそう、みんなやっぱり外側が上がりやすい人もいればこっから全部がすごい上がっちゃう人もいるんですよ。その人のこう骨格によっても変わってくるので、下地と眉毛がもうほとんど9割ぐらいだと思っちゃっていいと思います。あとはもう、そう、遊びの部分なので、そこに合わせてどうしようかなっていうだけでいいと思います。基本的に骨は無視した方が、無視したというか骨と筋肉の動きを見た上でどういうラインを作りたいのかを考えてやった方が綺麗になりやすい。うん、で特にここ凹凸の部分があってこうくぼんでて今少し膨らみを出したじゃないですか、でそしたらこっちちょっとだけ外側に出してあげるとこのくぼみより目立たなくなっていくんですっていうのを今ここのラインを無視していたり、でもちょっとエレガントな感じに、うんうんうん、そう、これがなんかこう球体で捉えてあげてる感じになってくるの分かりますか。
何をしてるわけではないんです。ただその自分 その骨格の立体感を生かして、それがもっと綺麗に見えるようにどこに向かってラインをつけてあげようかなってしてるだけなんですね。こういうのが結構その傍から見られた時にすごく綺麗と思われる人ってこういうのがすごくお上手なんです、はい、でなので一回こう自分でメイクをしてもらうと、その人から見て綺麗に見えるお化粧っていうのをされるから、それをうまく取り入れていっていただくとすごくいいと思います。だから逆にこっち寄せない方がいいタイプですね。眉毛はここを開けといてあげて、外側に外していってあげると、ここの凹凸の部分は目立たなくなって、で顔はだからパーツが広がるので、より顔がちっちゃく見えてくるっていう効果も出てきます、はい、今目何もしてないんですけどどうですか。眉のバランスがちょっと外側に広がっただけで、うん、あのなんだろう、年代が意外とすごくエレガントだけれども、あの若返るというか若々しい感じになる、優しい感じ、そう、うん、そうですね。結構あのよく言うメイクは年代が上がってくると、あんまり眉毛を長くすると老けて見えやすいとかってよく言うんですけど、それは結局骨格をしっかり見ないでただ伸ばしていくとそうなっちゃうんですけど、その方 その骨格を生かして伸ばしていったら、むしろその方が魅力的に見えやすくなると思います。そうすると今こっちライナーあえて私ほとんど目立たないように取っちゃったんですけど、してなくてもすごく目が大きく確かに見えるんです。こういう感じがなんか、そうそうです、そうです。でそれがこのここの骨の高さとくぼみをうまく生かして、眉毛をそこのいい位置に置いてあげると、これだけ変わって見えます。女優さんみたい。はい、じゃあちょっとそこに最後お色味を目の方に置けていきますね。あとね、そのお仕事が終わりだから、あ、大丈夫ですすいませんね。なんかこういうのをちょっと取り入れてみようかなっていうのがこう見つかるだけで全然いいんです。なんか全部やる必要なんか全くないので、あえてこのね変化がちゃんと分かるように見て、なんかパーツでここをこういう風にしてみるといいんじゃないですかっていう、あくまでも今日はご提案なんで。上げていただいて、上見ていただいていいですか。よし、あと始めます。あの最近流行りのこの目の下の画面入れると、あの暗くなってる顔結構明るく見えるので、私大人の女性の方が入れたらいいかなと思うんです。で特に中顔面の部分ですよね、ここってどんどん間延びして見えてきやすいんです。年代とともに落ちてきやすいので、なのでここをいかに短く見えるようにお化粧するかってなった時に、ここの目の下の部分に少し色味を入れてあげるだけで結構変わってきます。いらっしゃい、写真撮って。はい、
時多分普段されない感じ。少し薄焼けて。ここの目の下の涙袋を作ってあげたんですが、これで中眼面が多分より短く見えてくるんです。ここの下、余白、この余白のバランスをどうやってきれいにバランスよく整えていくかっていうのがすごくあれなので、さっき言ってたやっぱりこの頬骨をどうやってよりチャームポイントにしていくか、ラウンドのここのトップの部分をここにポイントを置くけれど、他の部分が馴染むように全部お化粧していった時に、若干ここの長さがバランスとしてもうちょっと調整してあげると綺麗になるかなと思ってたとこなので、今ちょっとだけ、ほんのちょっと今少し目の下に色味を入れたんですけど、こう分かりやすくこういうことやってるんです。ちょっと怖いですよね最初はね。でもなんかこの目の下にライナーを入れるとかじゃなくて、ニコってちょっと笑ってみて、の時に本来あるはずのラインなんです。そこを補助ラインをしてあげるだけなんです。そうそう、ほら今のこの感じです。これがガイドラインで、全部がこう濃淡みたいにのっぺらに明るくしすぎると、ハイライトだけしてるともうのぼーっとそれで伸びてるんです。でも必要なところにもともとあった影を戻してってあげると。そうなんです。だから縮むんです。そうなんです。そう。だからここをうまく使ってあげるんです。で、だから年齢重ねてる人、特にこういう目の下の際って小じわが、ちりめんじわが出てきたりするじゃないですか。ハイライトで飛ばすけど、飛ばしっぱなしにしたらその食い込みがすごい出てくるんです。だからここの下をどうやってうまく使うか。で、少し必要なところにだけ色味をのっけてあげて、飛ばすところにはここの明るい色を入れてあげると、目の幅が、縦幅がね、アイシャドウで締め入れとかをしなくてもこれだけ変わって見えてきます。今ちょっとだからあえて、あ、ごめんなさい、ちょっと締め待ち、ありがとうございます。締め待ちいただいていきましょう。で、もう一点ですね、ちょっとこれ覚えておくといいんじゃないかなっていうのが、結構目の下のこの下、皆さんそのままこうやってつなげて塗っちゃったりとか、くの字みたいにする人にこうやって際に、これはもうあえてしない方がいいです。このくの字にするというか、このラインを、これもさっきのあれです、斜め上から見られたらどうなってる、この眉毛がこうじゃないですか、だからここが綺麗にこういうふうにスーッと馴染んでくると、やっぱり綺麗だなってこっちから見た人は見えるんですよね。なのでそう見えるように動かしていって、時たま自分でお化粧してるときは目を開けていただいて、どれぐらい中に挟まっていくのか、折りたたまれていくかで、これを広げすぎてこう上に伸ばすぎたら、逆にここが腫れぼったく重たく見えてくる幅っていうのが出てくるはずなので、自分で伸ばしていったら目を開けてみて、どれぐらいこれが見えるかな、で重くなる前のところで止めてあげる、もしくはもうそれが怖くなったらもうそこからぼかしていっちゃえばいいんです。そしたら重くならないので、そのノリをずっとずっとこういうふうにやってると、どん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 重たさが出てきちゃうので、どうしてもこのお目元がこう重なってきてる部分と、ここの出てる部分、たるみの部分と出てる部分っていうのをどうやって捉えてこう調理をしていこうかなって。で、見てるとね、まあ、なんかこう最初見てるだけだとそうだと思うんです。あとはちょっとこの面白いところだと、少し色をのせてあげる、それでも縦幅が出てきます。で、開けてみて、もうほぼライナーしてなくてもどうですか、ライナー全然引いてないんですけど、そうですね、すごく色をのせてるわけではないんですが、やっぱりこの顔のパーツがしっかり外側に広がって、綺麗になると思います。渡していただけます？手元に。本当はね、
あ、そしたらあのテーブルの上に置いちゃっていいですよ。はい。あ、で、あの食べながらやりましょう。はい、ぜひ。時間もあれかかりますし。映ってないですから大丈夫です。食べてる方は。はい。ちょっとだけこの少し下の部分のラインを見えますか、ね、うん、こっちに合わせてあげていいと思うんですけど、ニコって今笑ってみていただいていいですか、ここのラインです、見えます、うん、笑った時はそのまま下がっていくラインがあるんです、シワの入っていくラインです、その先にそのまま乗っけてあげると馴染みが綺麗で、今この跳ね上げてる部分ね、はい、を逆にちょっと今日は少しそのままにして、吉岡先生もどうぞ。あ、はい、ありがとうございます。ちょっと優しい印象に、うん、なってくると思う、うん、元々のラインがこっちにこの跳ね上がってたラインだったんですけど、うん、今ちょっとこっちを修正した方が、うん、自分のこの目の閉じた時にもライナーが多分綺麗にスーッと入っていて、目とこの眉毛のバランスがスーッて跳ね上がってないけど大きい、でちょっとニコッとしてみていただいて、このニコッとした時にこの涙袋ともあの執着地点が合うんです、ここに入れてあげると、はい、なので自分のやっぱり表情の癖とかそこに合わせてライナーを入れてあげるっていうのはとってもいいと思います、あの年代が重なってくればくるほど、あの、してあげるといい、もし後でご自身でそのライナーの際にまだ足したかったらぜひ足してください、ね、今日の今言ってたこのご提案ポイントいくつかどうでした、なんとなく、うん、これはあのこの後皆さんにもそのまま同じことをやっていくってことで、その方の骨格に合わせて少しやっていくとよりいいところが引き出されると思うので、お会いした時にやっぱりね、ジュリのアイラインがすごく強調されてたからね、ポイントとしてね、そういうメイクもすごい素敵なんだったけど、こうあえてだから違うパターンでね、あの馴染みつつ、でその例えば幅とか濃さをあのパーティーとかそういう時に強くしていくと、ちょっともう少しすぐあれしとくとよりいいんじゃないかなと思います。もうちょっと暗いでますよね、味が減らない、混ぜてください。混ぜてね。うん。はい。裏が混ぜといて。で、ちょっとあ、裏は気がします。もう眠くなるので、この時は気がします。ほら、すごい。全然イメージが違う、最初のところ。うん、もうこう、柔らかさがどんどん出てきましたね。さあ、メインディッシュがあれなんですけど、後でお写真が期待してもしますよね。期待はしてないか。同じ感じになりますし、はい、でまつげもとってもあの濃くて長いので、あえてこの何でしょう、濃くするタイプっていうよりしっかり溶いてあげるのがいいかもしれない、うん、
辺にちょっとコンにしてみて。もう十分、十分です。はい。で最後キックしましょうか。はい。多分さっき言ったんです。何したっけカラーが。スプリングとサマーの間ですね。ですね、そしたら終わり。かっこいいでしょ。洋服に着物。じゃあ、白ワインがね、この赤いやつ。